ガストン・アレクシス・シルバペルドモは、ウルグアイ・サルト出身のプロサッカー選手。ウルグアイ代表。s d ウエスカ所属。ポジションはディフェンダー。デフェンソール・スポルティングの下部組織で育成され、2011年11月の、モンテビデオ・ワンダラーズ FC 戦で16歳にして、トップチームデビューを果たした。2014年7月、セリエ A のトリノ FC に230万ユーロで移籍。 契約は4年で1年の延長オプションがつく。UEFA ヨーロッパリーグのクラブブルヘ戦で鳥のデビュー。2016年8月、グラナダ CF にレンタルで加入。UD、ラスパルマス戦で加入後初出場。2017年7月、メキシコリーガ MX のアンアムプーマースと2年契約を結んだ。ところが、アルゼンチンのメディアが、 CA インデペンディエンテと契約合意に至っていると、法事、プーマスとの間で、法廷闘争にまで発展した。結局9月に、インデペンディエンテに移籍した。2020年9月3日、SD、ウエスカと1年契約を結んだ。2011年、南米ユース選手権と FIFAU-17、ワールドカップ、パンアメリカン競技大会に招集された。2012年には、 翌年の FIFA ユマイナス20ワールドカップに参加した。2014年11月、ウルグアイ A 代表へ初招集された。ありがとうございます。